どんちゃりおっす。今日なんですけどもね、フェンチェン1から 20SS 立ち上がりファーストデリバリー、届きましたので、ご紹介していこうかなというふうに思います。今回もですね、ちょっとボリューミーなので2つのパートに分けさせていただきまして、今回は半袖のカットソー、そしてもう一つは、長袖カットソーバージョンということで、もう一つは概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひそちらも合わせてですねチェックしていただきたいなというふうに思います。はい、じゃあ早速ですね、いきますか。はい、今回はですね、やってんねっていう、やってるねっていうか、もう本当に脳みそが混乱系というか頭どうなってんですか、頭の中っていう感じの、もう本当にらしさ全開という感じのカットソーとなっております。まずね、だからまあ2型で、こっち1色2色って感じですね。まず1型目こちら、はい、これ半袖の T シャツですけどもね、どうすか、これもやってるでしょここまたこう、はい、こういう感じですね。なのでこのパーカーにね、まあ、もう一つのパートの方で、まあ、僕これ自分の買ったんですけど、に近い、はい、これのデザインにちょっと近いんですけどね、はい、まあ後で着てご紹介しますけども、まあ、刺繍がちょっとあって胸元に、でまあこの袖のところにですね、ネックに来る部分のこのリブがありまして、でこうぐわーっとこうクロスするようにこのもう一枚生地がレイヤードされてるっていうような、こういう感じですね、ペラッと、はい、で身頃にはもう一個なんかここにね、こう縫い目があって、多分これあれな、一つのこの T シャツをですねずらしてっていう多分イメージなんですよね、おそらく僕の想像するに。だって多分ここの縫い目とかさ、ここの縫い方とかわかります？ここの縫い方ね、ここの縫い方ってさ、この肩とかの縫い方じゃないですか、肩とかの縫い方じゃない、こことかね、だから多分これはここがこうずれたことなのかなとか、うん、ここは多分こっからこうずれてきたのかなとか、こう多分いろんなあれがずれてますちょっとねなかなか説明するの難しい一品なんですけど、はい、これが一型目で、もう一型目がね、これ2色ありまして、白黒ってこと形でね、はい、ございます。こんな感じで、これもいっとるんですよ、これもまあいってます。はい、これも多分ずらしなんですけどね、多分ここのネックが、このクルーのネックが多分もうここ1、2、3くらいだから、もうこうずれっていう感じの、わかります？これリブです、これもリブです。でこのリブに関してはここなんか太いリブと、ここはね一部太いリブになっててみたいな、うん、ここは一周ぐるりでこうリブがあってっていう、これでなんかこうね、ステッチが走ってガーガー いってますわ、これね、もうこれ何がなんだかわかんないでしょこれね、もうちょっと説明できないんですけど、どうなってんのかちょっとよく、ただうんだのね、この辺もね、多分この肩のここの辺のつなぎ目とかな気がするんだよな、これな、違うかな、これが実はここにあったのがこうずれてきてるのかなと、ちょっとこのね本当に複雑すぎて、俺もこんな複雑な T シャツ初めてなんですけどカッティングというかパターンがね、まあ本当にそれくらい、よくよく見るとすごい、テクニックが織り込まれた T シャツとなっておりますので、本当に、構造がえぐいですね、はい、っていう感じで、まあちょっとじゃあ実際に着て、こちらから着てね、見たいなと思います。どうでしょう、着てみました。最初言っていきます。こちらですね、サイズ M、 サイズ M サイズでお値段21,000円です。21,000円、どうですか、はい、で、まあサイジングとかフィットなんですけど、はこれはちょっとこう大きめですね、ルーズフィットというか、結構これで M なんで、まあ大きめでしょう、ざっくりというか、ざっくりで、まあ着た目もちょい長んで、うん、どうですか、ゆったりめですね、うん、これはで、まあ先ほどもねちょっとお見せしましたけども、まあやっぱこれ、この前身頃がねすごいでしょこれね、特にこれがやっぱこの動きがちょっとなんか面白いかなと思いますね、ね、ここがちょっと
浮いてるんで。なんで例えば着こなしの仕方ですけど、これはね、1枚目をこうシャツインするとか、そしたらどうですか、こういう感じでちょっとこうギャップが出て、段差が出ておもろいかなとか、こういう感じとか、まあありだと思いますね。内側のものをインするとかね。でまあ普通にこう出していただけでもね、こうやっぱ動きが出ます。でまあこの縫い目とかね、ステッチとか、まあなんかそういうのがあんまり白で同色なんで、あんまりね目立ちにくいっちゃにくいんですけどね、よくよく見ると系ですよね。よりで見るとあれなんですかあれって、ここにもリブあるし、これみたいなリブあるし、そういう感じですね。でね、生地なんですけども、まあこれ生地両方同じですが、綿100で、どちらかというと薄手っちゃ薄ですかね、薄手の生地で、ちょっとつるっとしたようなシルキーな生地感ですね。あんまなんかこう表面に少しこう起毛感があるとかそういうことではなく、つるっとしたようなシルキーな質感のコットンでございます。薄手ですね、割と薄手めかな、薄めかなと思いますけど、まあでもだからこそね、なんかちょっとこの生地のちょっとテロンとした感じ、うん、なんかそれがこの辺でいいのかなって、うん、まあドレープじゃないですけど、なんかいいのかなと。てな感じですね。でまあ胸元にフェンチェンワンと、フェンチェンワンと入ってます。はい、これは面白いですね。ならではっていう感じがします。でな、でこれ2万1000か。マジって感じですけど、ガチって感じですけど、はい、そんな感じで、まあここまでこうデザインが効いたね T シャツ、逆に言うとこの1枚の T シャツにここまでこのデザインだったりカッティングだったりこう落とし込める、そしてそれをウェアラブなものとして一つのプロダクトに仕上げるっていうのはね、なかなかすごいなと思います。はいてな感じで、うん、なんかプリントTとかじゃなくて、なんかもう T シャツ自体のデザインがっていうのを求めてる方、まさにこれじゃないですかというふうに僕は思います。はい、じゃあ、もう一方の方を着ていこうと思います。はい、もう一方の方を着てみました。どうでしょう。はい、最初言っておきます。こちらもですね、サイズ M サイズでお値段2万3000円という感じでございます。どうですか。はい、どうでしょう。あのね、サイズ感はこちらの方が少しゆったりめですね、うん、こっちの方がちょっと大きめかなっていう印象です、うん、こっちの方がよりこうジャストめだかといって、じゃあジャストかとかって言われるとまあそうでもないですけどね、まあ、M サイズはこれなんで、まあまあまあ、うん、全くもってこうジャストフィットではないですね。まあゆったり、ちょいゆったり、ちょいゆるっとっていう感じのフィットです。はい、でまあやっぱデザインがね、これはすごい本当に、なんかね、機械仕掛けみたいな感じです、これ。なんかもう本当いろんなパーツがこう、グググってこうなってて。これ、もういつオートマチックって感じなんですよ。本当に、なんか一つのこう、部品が、こう、入り組んでるっていう感じ、複雑にね。なんかもう、すごいぞという、うん。腕時計の中身みたいな。なんかもうそういう印象ですね、うん、なんか洋服を見た時の印象じゃねえんだよな、この構造が入り組みすぎてて本当に複雑な、うん、どうなってんだろうなっていう、このデザインプロセスが本当に僕には全く想像の及ばない世界だなっていうそういう世界、クリエーションの世界だなというふうに思いますね。はい、ね、これ黒ですけど、でこっちの方がちょっとステッチがね入ってるので少し遠目からにも分かりやすいかもね、こちらよりも、うん、こっちよりもなんか、まあ、とはいえですけど、まあ、少しこうねステッチがある分、なんかこの入り組み具合というかちぐはぐ具合、うん、が少しこう分かりやすいかもしれないですね。うわすごいね、これもこうぐわーきて脇の下通ってぐわーきてますからね、ぐいー、わすごい、こっから始まってね、こっから始まったのが背中を通ってこう脇の下を通ってぐいー来てますから、
ううみたいな。はい、そんな感じですね。どうすか。なんだろうね。またちょっとね、同じ、まあね、デザインカットソーっていう部類になるんですかね。同じ T シャツになりますけど、やっぱちょっと違いますよね。アプローチというか、うん。なんかこっちの方がよりこう、クリーンな感じというか、つるっとしてるじゃないですか、これがある分。うん、こっちの方がよりクククク、クククククって、もうハグクククククみたいな。伝わりましたか。っていう感じで、はい、なかなか他のブランドにはない、T シャツカットソーになってるのかなというふうに思いますので、ぜひとも、チェックしていただきたいなと思いますから、概要欄にリンク貼っておきますので、よろしくお願いします。基本的に再入荷ございませんので、どうでしょうかという感じで、いいのではないかなというふうに思いますよ。はい。非常にらしいと思います。はい、そんな感じでございます。長袖のね、カットソーバージョンも概要欄に貼っておくので、ぜひ合わせて見ていただきたいなというふうに思います。はい、そんな感じです。では。